さあ僕が今いるのはですね、金沢市駅西新町のダンススタジオリディアダンスアカデミー金沢校にやってきました、はい、さあそれでは本題に早速参りましょう、うん、今ですね注目の K-POP ダンス、こちらの全国大会で準優勝した金沢在住の方を紹介しますよ、うん、これってすごくないですか、すごいですね、すごいですね、そのダンスは何なの、何ダンス、何ダンスということでね、まずはですね、これダンス踊っとったんですよ、まずはこのそもそも K-POP ダンスというのはですね、こちら、K-POP の楽曲に合わせたこのダンス、この新しい振り付けのダンスのことを言うそうです、はい、ということでですね、この中にですね、そのダンスすごい方がいらっしゃいますんで、早速ご登場いただきましょう、はい、登場しました、ということで、こちらの方が K-POP ダンスの達人、ダンサー名渚、酒井渚さんです、よろしくお願いします、お願いします、よろしくお願いします、ね、えこれ制服にランドセル姿ということでね、普段ね、うん、ダンスをしている時とのギャップを見てもらいたくて、学校へ行く時の格好をしていただいています、ちなみに渚さん、今何年生ですか、小学5年生の10歳です、10歳ですよ、その10歳の渚さんがですね、出場しました K-POP ダンスの全国大会、見ていただきましょう、こちらです、どんな感じ、衣装も決まってる、今年9月愛知県で開催されたドリームゲート、全国から311の個人団体がエントリーするこの大会で、渚さんはソロ中学生以下の部カバーアレンジ部門で準優勝、曲のですね、世界観が表現できているとして高く評価されました、いや確かにすごいですね、もう自分のものにしますよ ね、 ダンスね、完全にいかがですか、すごいでしょ、かっこよかった、かっこいい、さあ今見ていただいた映像の子がさっきランドセルを担いでたあの子、ものすごいギャップですね、さあ今からですね、はい、その渚さんにですねこう着替えていただきまして、はいはい、ダンスの方を披露していただきますよ、楽しみ、準備整いました、登場していただきましょう、渚さん登場しました、全然いやさっきと雰囲気がらっと変わりますけども、ダンス姿見たらまたこれ印象変わってきますよ、それではお願いいたします、どうぞ、すごいすごいすごい、こう妖艶さと、ね、いろんな表情が魅了されちゃう、ね、キレもものすごくないですか、続いての曲に入りましたよ、うそ、わかっこいい、かっこいい、なんかちょっと可愛い感じになりましたね、髪の毛の使い方上手よね、さあありがとうございました、見ちゃった、いやすごい、すごくないですか、もうあのガラッと雰囲気が変わるのもかっこよかったし、あの髪の毛の使い方、体の動かし方、全部こう自分のこう武器というか長所分かってる感じがしますよね、表情もすごかったしね、はいはい、見とれちゃった、ね、いやすごいですよ、もうね髪の毛の使い方もすごいって、これね、髪の毛のこれ、俺どんだけ振っても何も動かんから、ちょっとふわふわしてますよ、マジさん、いやこの髪の毛も取り替えてほしいですけどもね、絶対嫌、さあさあさあ渚さん、あのかなりねダンス上手なんですけど、これって何年生ぐらいの時から習ってるんですか、今5年生ですよね、
小学3年生の時からここのスタジオで始めました。およそ2年まだ、2年で全国大会で2位って、これ末恐ろしいですよね。すごいことですよ。練習ってどのくらいのペースでやってるんですか？だいたい家では毎日2時間ぐらいやってて、時間がない日もあるので、でもなるべく毎日頑張ってます。毎日2時間です。もう努力の賜物でもありますよね。練習で東京とか大阪に行くこともあるそうで、今日はですね、渚さんを指導する先生のお一人、塩根先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、先生、渚さんってどんなダンサーなんですか？さっきのダンス見てもらった通り、見てる方に渚の魅力を最大限伝えることができる、そういう、なんだろう、引きつける力があるダンサーだと思っています。そうなんですね。そういうところが K-POP の、この、魅力だったり特徴だったりするんですか？そうですね。あと振り付けもこう一度見るとこうすぐ覚えられるような感じの振り付けが多いので、その振り付けと凪の魅力をこう引きつける魅力が掛け合わせたら、もう最高なダンサーになってます。なるほどね。もう努力をしている、だからこそのこの準優勝なんですけども、今日はですね、塩根先生と凪沙さん、そしてですね、ダンス仲間のミラさんにこう、3人グループで K-POP のダンス今から披露していただきましょう。それでは3名の皆さん、お願いします。はい、すげえ迫力が出てるやな。揃うのもすごいですよね。すごい難しいですよ、この振り付けも。早いもんな。カメラを自分のもののようにね、もう。表現力すごい。しなやかですね、皆さんね。なんか邪魔な、邪魔な。いらんな、いらんな。しかも真ん中。いらんて、一人ヨタついてます。止まれてこなかったです。すごい邪魔。重心がブレブレでしたけど。いや、どうでしたか。一人だけね、本当に。いや、俺今だけの動きでめっちゃ汗かきましたわ。そうどっか筋痛めたやろ、絶対。いや、マーさんのおかげで、いかにピタッと止まるのが、止まるのが本当に難しいんだなってことが、マーさんの最後のこう決めポーズのおかげで分かりました。ねえ、3人は本当にぴったり揃ってましたからね。僕はね、もうブレブレでしたからね。いや、3名の本当にこうチームワークっていうのも素晴らしかったですね。うん、さあ、最後になりますけども、渚さん、将来の目標を教えてください。将来はダンスでもっと有名になったり、人にダンスを教えたり、来年もソロでコンテストに出て、次は絶対に1位を取ってみたいです。おー、大きな目標ですよ。ぜひ頑張ってください。はい、ということでですね、今日はですね、今注目の K-POP ダンスの全国大会で準優勝した小学生ご紹介しました。ありがとうございました。ありがとうございます。踊ろうぜ踊ろうぜ。まだ踊るのかな。